どうも皆さんこんにちは。前回に引き続き、挑戦鉄道直味方型を作ります。先日ブレンダー 2.9.1 がリリースされたためバージョンを上げました。実発信機能をほぼ使わないのであんまり意味がないのは内緒。中途半端だった翻訳が直ってたからありがたい。それと結局化粧煙突で作ることにしましたので変更しました。首というかボイラー支えの続きです。ここでは大雑把に作るだけだけどね、ネットから適当な少年図を拾ってきたので除煙板を作ります。よく見えないので他の画像も見て作ります。そういえばアメリカの機関車って大体こんな演出扉だけど、どうしてこんなんなんだ。止めるやつはクリートっていうらしいけど、どんなメリットがあるのかいまいちわかってない。扉を押さえるものであることはわかるけど、開けるの面倒じゃないのかな。これもスピン複製で。次は主連合だ。やばい、クランク部分の作り方忘れた。グダグダすぎる。カットだ。普段流用して修正してるのがバレる。クランクピンとクランク軸が繋がってる部分は結構難しいんだよ。反対側の円部分も作る。こっちは左右に分ける部分が難しい。反対側に拡大縮小1で置いて、あんまり綺麗とは言えないな。そんなこと言うなよ。後からモデリングに挑戦する人のハードルが上がってしまうではないか。ごめんなさい。よし、意外とスムーズにできた。これを反転して面張り、オルトタス N で面の向きを揃えるのを忘れずに。あれ、溝は、忘れてた後でつける。こんな感じのランボードの足場初めて見た。わかる。ランボードも9600系みたいだね。ここの足場しゃくれたアボゲね。やめろ、思っても言うな。なんか違うなこれ。後ろは開けるんじゃ。なるほど。
なあ計画性とかないのか、モデリングは行き当たりばったりでやるものなんだよ。演出扉の開閉部分作るぞ。これってこっちの部分も開くのかな？開くようだけどどうやって固定してるのかな？細部見えないから適当に作ってごまかすわ。ちょっとだけキャブを。ここの棒2本作るなんていうのか知らないけど、とりあえずシュリンクラップで。横向きに辺を挿入しておくこと。よしできた。だいぶそれっぽくなってきたね。シリンダーの配管作る。円からじゃなくて四角をベベルして作る。あれ？ここいつもどうやって作ってたっけ？縦長にするんじゃないのか？よしできた。ドームに手すりつけとこう。
主連合を作ろう。何かがおかしい。先っぽそんなんだったか。横のパイプ作るけど、斜めになってるから面倒だな。そこは先端で。全然構造わかんねえ、適当でいいや。クロスヘッドってどんなんだっけ？ちょっと見てくる。おい、何ここぞとばかりに逆転機を流用しようとしてんだ。型ほぼ一緒だわ。図面と参考になるモデルがあるサイト貼っとくんで、そこ見てもらうことにしよう。クロスヘッドの途中で今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。